畑予習は、広島県呉市出身のプロ野球選手、宇藤左だ。読売ジャイアンツ所属、呉市立川尻中学校の軟式野球部から、近代福山高等学校に進学した。入学時の球速は、時速 133km であったが、3年時には、時速 142km を計測するまで、成長した。チームのエースを務めた3年時は、 広島県ベスト16の成績を残した。4回戦の広島新城高等学校戦では後に、巨人でチームメイトとなる田口霊斗と対戦。田口が先発で7回1アンダム失点と、高等したのに対し、リリーフした畑は2回を7失点と力を出せず、チームも0から12で敗退した。近畿大学に進学し、大学通算46試合に、 当番、13勝13敗、防御率2.03、216奪三振を記録。2016年10月20日に行われた、ドラフト会議で、読売ジャイアンツに任意指名を受けた。11月15日、契約金7000万円、年俸1200万円で契約。ドラフト後に、右肘の有利軟骨除去手術を行った。担当スカウトは、増田明典。 2017年は、右肘手術の影響でキャンプを3軍で迎える。4月30日に2軍で、初登板し、5回無失点だった。7月6日の広島東洋カープ戦で1軍デビューし、4回、4失点。7月19日の中日ドラゴンズ戦で7回1、3を7安打2失点でプロ初勝利を挙げた。その後も先発ローテーションに定着し勝ち星を重ねた。 しかし、9月30日の阪神タイガー,アース戦では、初回に2番打者の上本博則の頭部に支球を当ててしまい、当時の NPB1 軍公式戦史上最速となる、試合開始から4球目での危険球多乗処分という記録を残したまた、対戦打者数でも、カザハリバスと並ぶ最速隊。翌日10月1日の阪神戦で5回から2番手として当番、登板。 最初の打者は打ち取るも、前日期研究を投じた上本と、続く、糸井義雄に2射連続で、ソロ本塁打を打たれた。その後は無失点に抑え7回までを投げ3回に、失点で降板したがチームはこの試合に敗れ11年ぶりに、B クラスが決定した。シーズン全体では13試合に登板し、6勝4敗と、勝ち越して、防御率も2.99と、良好だった。オフに、 1200万円増の推定年俸2400万円で契約を公開した。2018年は2月のキャンプ中に腰を痛め、3軍での調整となった。治療と調整が長引き、3軍での実戦復帰が8月11日に軍合流が9月4日と大きく出遅れた。9月11日に1軍シーズン初昇格。手薄なリリーフ陣を補うため、 この年は先発では一切投げず中継ぎに専念した。9月23日の阪神タイガース戦で5番手として登板。チームが逆転勝ちを収め初勝利。10月9日の阪神タイガース戦でも2番手として登板し、勝利投手となった。CS ファーストステージのヤクルト戦で7回の1イニングを無失点に抑える。ファイナルステージの広島戦では、 第2戦に7回から登板するも2イニング目の8回に2試走者なしから打ち込まれ1回に3を4失点と打ち込まれ逆転負けを喫した。オフに480万円減の推定年俸1920万円で契約を公開した。背番号が31に変更されることも発表された。2019年は開幕から先発ローテーションに入るも2試合続けて5回を 持たずに5失点以上で降板したことから4月15日に2軍降格。4月30日に中継ぎとして1軍に復帰したが、5月6日に2軍で再調整となった。7月18日に3年前同様の右肘の有利軟骨除去手術を受け、再度1軍に昇格することはできなかった。オフには、 290万円減の推定年俸1630万円で契約を公開した。2020年春季キャンプ中の2月29日に右肩の肉離れで一軍から離脱することが発表された。7月31日の広島戦でシーズン初登板、初先発を果たしたが、1点リードで迎えた5回に、相沢翼に頭部支給を与え、 二度目の危険級退場となった。8月には3試合に先発するも3連敗を起死し、8月23日に登録を抹消された。9月20日に再登録されると、以降はローテーションを守った。11月1日のヤクルト戦でプロ初完封勝利を記録した。最終的には、すべて先発で12試合に登板し、4勝4敗、防御率2.88を記録。 11月25日のソフトバンクとの日本シリーズ第4戦に先発するも柳田裕樹と海拓也にそれぞれにランを打たれ2回途中で降板した。オフには570万円増の推定年俸2200万円で契約を公開した。背番号が45に変更されることも発表された。ありがとうございます。